<laughs> おととい、中村区にある寺で行われたアルコール依存症に関する講演会。講師は人気アイドルグループ、トキオの元メンバー、山口達也さんです。あの、お酒飲んでもいいんですよ。うん、世の中的には法律的にはね。でも、本当に助けてくださいと思ったんです。 山口さんはアルルコール依存症に苦しみ、現在も治療を続けています。およそ80人の参加者を前に、大好きだったお酒の量が次第に増えても、飲み方や体調の異変に気づかなかったと振り返りました。そして。何でも酒が解決してくれるみたいな、やっぱおかしかったですよね、こうやって私は2018年に罪を犯して芸能界を去る。